では準備はよろしいでしょうか。ではスタート。皆さんこんにちは、現代政策学部の、1年生の、中曽根健吾です。自分が紹介するのは、本気の説教で、心に刺さる耳の痛い話、こちらを紹介するんですが、こちらの本を選んだ理由は、自分がこの本屋さんに入った時に、おすすめもされていなかったんですが、本気の説教と見た時に、最近自分が誰にも説教されてないっていうことを気づきました。最後に説教されたのが、中学生の、先生が多分本気の説教をしていただいた方になります。でまずこちらの本なんですが、とにかく小さくて薄いで、6節に分かれているんですが、その中で問題点が、8個から10個ほどあるんですが、こちらの本、一つ一つ2ページしか、問題解決までの、ページ数が少ない、とりあえず読みやすい本、他の本に比べて、薄い本になります。本気の説教、本気の説教をされた時に、自分がこの本で、この本は、社会人向けの本になるんですが、自分はまだ大学生、なんでこの本を取ったと聞かれた時に、社会人になった時に必ず、問題になる、問題になるところが、自分にも共通すると考えたからです。自分はこの本を読んだ時に、アルバイトをしてるんですが、自分にも、そういう考え方をしている、怠けているや、甘えている部分がたくさんあって、そこやっぱり、この本を読んだ時に、そのアルバイト先、次からは、こう、そういう甘えたことを考えずに働いてみたいを実践することをしました。今の自分に、分からないもの、問題がたくさん書いてあったんですが、将来、この本を読んで、そういう考えをしてしまった時を、またこの本を読んで、またやはり、大きくなると説教をしてくれる人が少なくなるので、読み直して、仕事をしっかりしていこうと考えたから、私はこの本を紹介しようと思いました。ご視聴ありがとうございました。やはり
り持ち歩きが便利で、自分は毎日、一章ずつや、一節ずつ読んだので、そこをお願いした。読みやすいと思います。2分間のディスカッションタイムです。手を挙げ座ったままでいいので、大きな声で質問をお願いいたします。じゃあ自分から本気の説教って書いてあるんですけど、渡辺さんが一番刺さった言葉っていうのは何なんかなって思ったんですけど、どうですか？私が、はい、自分が、一番ここに刺さったことは、やり直せばいいなんて甘えだ、人生の選択には覚悟が必要というところが自分が一番ここに刺さりました。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか？されちゃったのかな、あれかもしれないですけど、誰が誰を説教してるって判断かしらよく分かんなかったんですけど、この著者が説教してるのか、もしくは著者ってキャラクターが指定されたので誰かが説教してるのか、説教される側もいわゆる若い人なっていうことを説教してるか、まあこういう人なのか、どういう人がどういう人を説教してるって話なんでしょう。この本の、書いた人、小田さんが、読んでいる、読んでいる人たちみんなに、送るような言葉だから、全部、説教というか強めの言葉で返されているので、はい、作者の人から、読み手に、これには関係ないやみたいなのはなくて、みんな関係あるかなと思っちゃう感じですか？そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。